です。それでは4月2日6時30分の相場解説になりますけども、まずは材料の確認していきますね。昨日は急上したところが多かったんですけども、動きがあんまりありませんでした。23時にアメリカの材料が動き出すと、少しね円安の方にどんどん突き上げたところがありましたけども、それは後ほどチャートで確認しましょう。本日8時50分からマネタリーベースの発表があります。その他目立った材料としては特にありません。深夜もね、アメリカから材料ちょろっと出ますけども、大したことはないと思います。そのまま明日の市場にもつれ込んでいきますので、ユーロの方でね、こういった発表ありますけども、基本的には水曜日の深夜の ADP 雇用統計までは、無風状態ということなんでね、今週は月火水っていうマーケットと木金っていうマーケットの2つに分けて考えることになります。ちなみに水曜日の深夜25時、日を超えてになりますから、正確には4日木曜日なんですけども、パウエル議長がまた発言されますね。といったところでね、基本的にはテクニカルで勝負していけばいいっていうことになります。それで改めての月火水マーケットなんですけども、月曜日はね、もうほとんど動かずに過ぎちゃったというところと、深夜に大きな動きがあったっていうことなんですけども、もうすでに152円の抵抗ラインがもうほぼ決まりでですね、これ特殊レンジとか特殊トレンドっていう言い方をすればいいのかな。つまり152円ギリギリのところまで来ると、下落の反発がかなり強く出るってことですよね。そういった形で、今回のマーケットっていうのは、こちらの方を頭にして、ちょっと矢印が出ちゃってすいません。こちらの方をね、頭にしてね、正確には1時間とかで見ていきますけども、下の方に伸びていく傾向があるんじゃないかなっていうところですね。で、4時間の方を見ていきます。はい、4時間になりました。これでもよくわかんないですね。天井がね、新たにこの辺りに設定されるってことになりますね。今日は新しいマーケットが作られますんで、ここ。だから151円の611あたりではなくって、もうちょっと上ですね。この辺を1時間で見ていきます。昨日の深夜の材料も反発しましたんで、ここですね。だからいいとこ800とかそのあたりじゃないかなと思いますので、この151の805に天井を引くということにさせていただきます。それですでに FX オリガルヒの方は、セルで入るところね、私が前回の動画で示唆してますんで、多少の含み益になってると思いますけども、ここのね、過去の抵抗の151円の610あたりを割って下に行ったところから、セルでエントリーっていうのが、いいんじゃないかなと思いますね。で、セルでエントリーした場合、材料で跳ね上がったこのあたり、矢印がまた出ちゃってすいません。跳ね上がったこのあたりね。だからずっと昨日は、こういうふうに相場が絞られていったところだったんですよ。こういうふうな形でね。それが材料によって上に向かいましたので、だいたいこの辺りが下に落ちていく下落のマックスポイントになるんじゃないかなというところですね。そういった意味で天井は正確にっていうかね、あらかた見分けがつきました。151円800あたりで、上位の抵抗体を取って、で、場合によってはここにゾーンを引くっていう形にもなりますけども、で、このあたりですよ。で、下の方がまだいまいち決まらないんですけども、上下50ピップスぐらいで考えていけば、いいんじゃないかなっていうのが、この月火水のマーケットというふうに絞られてきたところです。もちろん月曜日はちょっとマーケットがね、この辺りにありましたけども、今日は大きく跳ねたところで、新しいマーケットが設定されるかなと。これで今日と明日水木をやっていきましょうということになります。それではね、あとはまた急なニュースがありましたら途中で解説挟みますけども、基本的には夕方のまとめの相場解説まで皆さんさようならってことになります。速稼塾限定動画をご覧の方はね、ここまででございます。それではお疲れ様です。